はい、どうもこんにちは、ヒデマでございます。本日の動画はですね、 iPhone のアプリを紹介したいと思います。紹介するのはこちらよっ、はい、ダブルテイク by フィルミックプロというふうに書いてありますけれども、これはどうやらね、1月29日にローンチされた動画用のアプリです。で、これ何ができるかっていうと、これねすごいんですよ。このね画像を見ていただくとね分かるんですが、iPhone の11が、まあ、一番いいんですけれどもね、基本的に iOS13 が入っていることで、iPhone の2018年の XR とかね XS とか、そこからの iPhone は一番よく使えるんですけども、要はですね、インカメラとアウトカメラを同時に撮影することができるんですね。で、同時に撮影して、かつピクチャーインピクチャーにすることができるわけです。どういう画面になっているかっていうのは、今この僕の映像の前に今 iPhone、 いつも使ってる iPhone の11 Pro があるんですけれども、こちらの画像に切り替えてみます。せーの、ドン。はい、こんな感じですね。はい、今、僕が映ってるこれは iPhone 11 Pro Max の、インカメラで撮ってます。で、アウトカメラがさっき、ソニーのレンズが見えてたんですけれども、ソニーのレンズのところが見えていると。だからこれはフィルミックプロで、撮影したものではなくて、フィルミックプロの画面を、ライトニングケーブルで HDMI アウトをしているわけですね。で、このアプリが非常に優秀なので、ちょっと今朝撮ってきました。それを、一緒に見ながら解説をしてみたいというふうに思います。はい、その前にね、説明しないといけないですね。ちょっと切り替えます。ポン。はい。で、このアプリのすごいところはですね、先ほど言った通り、インカメラとアウトカメラを、まあ、同時に使えるってことが一つと、あと、まあ、2つの要は動画を同時に記録もできるわけなんですよ。で、ご承知の今ね、ここに映ってるこれの通り、 iPhone11 は、3つのね、標準と超広角と、まあ、やや望遠の3つのカメラが備わってるんですけども、このうち2つを選ぶこともできるし、アウトカメラの1つとさっきのインカメラの1つ、これを、同時に使うということができるわけです。で、もう一回画面を切り替えてみると、ですね、まず今のね、この画面、これは先ほどの撮影画面なので、実際は後ほどちょっとやってみますが、どういうふうな感じになってるかというと、今これね、ピクチャーインピクチャーモードなんですよ。で、この右上にあるこちらのボタンをピッて押すと、まあ、画面を分割ってやると、アウトカメラが、まあ、向かって左。で、インカメラが向かって右というふうにして、まあ、ほぼほぼ正方形な感じで撮れるんですね。で、それと、よいしょ。これね、日本語化がきちっととか、まあまあ一応できてるんですが、微妙に日本語が、おかしいのもあるんですが、今ね、分かれるって出たと思うんですけども、この状態だと今、ピクチャーインピクチャーにはなってるんですが、でも、記録されるのはアウトカメラとインカメラの別々。の動画として、記録されます。これね、結構優秀だと思うんですよ。で、もう一つが先ほどやったのが、ここでピクチャーインピクチャーっていうモードですね。はい、これでやると、記録されるのは、ピクチャーインピクチャーになった状態の1画面になった動画が、記録できるということですね。で、ピクチャーインピクチャーなので、ちょっと画面を触ってみると、こういうふうに移動もできるわけなんですよ。はい、ではカメラ、先ほどの通りの iPhone11 は、カメラ前後合わせて、アウトカメラ、インカメラ合わせて4つあるんですが、どういう状況になっているかというと、左下のこのボタンをちょっと押してみます。ピッ。そうすると、こうですね。はい。ウルトラワイドってこうなってる、これ。これが超広角画面ですね。で、この上、ワイドってなってる。まあ、これがいわゆる標準の部分。で、こちらがテレって書いてある、まあ、これが一応まあ望遠、先ほどまで使っていた。で、こういうふうに、
4つ同時に、まあ、画面としてもこう表示することができるんですね。で、選び方、これね、選ぶのが A ってなってるものとか、バックグラウンド、まあ、ピクチャーインピクチャーの場合だったらバックグラウンドに行くと。で、 B のものが小さく、ピクチャーインピクチャーだったら手前にね小さく出るっていうのいうふうに選ぶわけです。なので例えば、ワイド画面をちょっと出してみるとすると、叩くと今 B になりましたね。だからで確認するってやると、はい、こういうふうに、僕が後ろ A のなので、後ろというかね、全体の画面になって、ピクチャーインピクチャーが、まあ、今カメラになっているというような状態ですね。で、こういうふうに一瞬で右上にあったこの矢印4つになっているものを触ると、小さくなっている方のカメラが今メインになるということで、切り替えもすごくスムーズにできるんですよ。はい、では、まあ、機能をね一旦全部説明してからどんな映像か見聞きたいんですけども、で、まあ、全体的に切り替えるのこの方法とすると、まあ、白黒になっているのが選択されてないっていうのは分かりやすいですよね。で、まあ、一回切っておいて、じゃあ今度はウルトラワイド、ウルトラワイドにした状態で、じゃあセルフィー、つまりインカメラをピンピンにすると、まあ、こうなるわけですね。はい、今ね僕のねデスクトップ周りがとうちのスタジオのね事務所が見えてるっていうところですけれども、まあこういう感じに、ね、なると、はいね、よいしょ。じゃあそれではもう一回ね、テレを A で、インカメラを B にした状態で確認すると、はい、ここです。それで、まあ、一応機能をもう一つ説明しておくと、よいしょ、はい、画面分割で、もちろん縦も横も撮影ができます。縦も横も撮影できるので、このまんま後で、まあ、またご覧いただきますけるようにしますが、カメラを、縦方向で撮影をしていると、当然ながら縦動画になるわけですね。はい、ではもう一回、はい、分かれるの次のこのピクチャーインピクチャーに一応して、あともう一つこのピクチャーインピクチャーなんですけど、任意の場所にこうやってね今のこういうふうに動かすこともできるんですが、サイズ自体を変えることはできないんですね。はい、まあ、そこはまあしょうがないってことでね。それとあとヒストグラム出てるのいいですよね。露出自体が変えられるのかな、変えられ、あ、一応フォーカスのアタッチは出てくるんですね。うん、だけど、まあ、なかなかちょっと難しそうだよね。はい、ということで、これがカメラの機能の部分と、あともは、今のこの、ここ、左下、なので右下のちょうどこの位置にある、フレームレートも変えられることができます。はい、で、どういうことかっていうと、これを押すと、まあ、秒間24コマ、はい、25コマと30コマというふうに撮れるわけですね。それで、じゃあもう一回切り替えよう、ポン。はい、あ、もう一個忘れてたね。左上の今のこの SD カードみたいなマーク、これを見ると、押すと今撮ったものがこうリスト化されていると。で、チェックを入れると選択ができるようになるわけですね。それと、あと、左から2番目は選択肢だと。で、あと共有も、できると。で、基本的には、基本的には、撮った動画は、このダブルテイクのファイルの中に入っているということなので、まあ、もちろんそのまんま、例えば共有で、シェアということもできますし、まあ、あとは、いわゆる iPhone の写真、全部がデータが入っているあのアプリのところに移動することもできるということですね。はい、さてそれでは見てみたいと思います。で、最初、まあ、いきなりの初見で、やってしまったので、
この分かれるっていうのと PNP っていうのがいまいちよく分からなかったということが一つと、あと、なので、それをね後でやってみて分かったので、まあ使えるなっていうのはね説明をしたいと思います。はい、それではですね、まずは朝のこちらから、はい、そうこういう感じですね、で、よしと、これで自分向き撮りながら、はい、切り替えます。外側のカメラはウルトラワイドの、はい、ね、はい、まあねちょっとピンピンいきなり揺れてしまいましたけど、すごいね、うん、で、ちょっとね今朝ね雪降ってたんですよね。ほいほい、でこれはワイドの画面で、先ほどの通り分かれるって書いてありましたけど、まあアウトカメラとインカメラを別々に録画するというようなモードで撮ったものですね。なので今のこれが、うん、アウトカメラ結構離れないとインカメラで、同じくインカメラはどうなってるかっていうと、そのと同じ時に撮ったのがこれ、はい、こちら、これがねインカメラだったんですよね。よし、なんか手出ちゃってるこれ持ち替えたんですね iPhone をね、自分向き撮りながら、まあ、喋ってる声もね少しね聞こえるように、ねしていると思いますけども、外側のカメラはウルトラワイド、はい、っていうぐらいにこう歩いている、自分側の姿も撮れるということです、ね、すごいね。でこれ分割しているところの意味とすると、ちょっと、はい、止めます。大きさも変えられる、まあ、こんな感じに、自分で今度はね好きな位置にピクチャーピクチャーをしたり、まあ、カットを変えたりとかそういったことも、まあ、後編集でできるという意味ではなかなかすごい、2画面を同時に撮れる録画できるってことはすごいんじゃないかなというふうに思います。はい、それではですね、分割ですね、正方形っぽいやつ、それでちょっと見てみましょう。はい、それではこちら、はい、これが分割のものですね。ね、こっち側はカメラで、ね、ウルトラワイド、ビデオを撮りながら歩くなんて iPhone 11のどういう風になってるかっていうのはね分かりにくいんですけれども、まあ、こういう感じに出てて、撮れるなかなかすごいね、ですね。だけど、うん、ちょっと自分も入れながら半分になるから、はいはい、そうそうそう、顔のサイズが特にねこのカメラ、あ、この今の分割の真ん中の、カメラがいくら広角でも、ね、あると思うんですけど、これはできないなって感じ。まあ、できないこととすると、なかなか面白いね。真ん中カメラの真ん中のところでズボッと切り取られてしまうので、位置変更ができないんですね。まあ、今はねこれ横で撮ってるので横長の状態ですから、まあ、横の部分のを映したいとかってことは、まあ、残念ながらできないということです。はい。それが一つで。同じようにこれ縦でやったのがあるので縦のやつも見てみましょう。はい、こちら、はい、これがね縦の状態ですね。当たり前で縦位置動画もできる。で、画面見てるとまあ縦ですからね、視線がおかしい、ね、Vlog とかにねいいんじゃないですか。で、配信した時も縦になるんだったら、かなり面白いというふうにね思います。この本でいいか。はい、じゃあね、はい、さてではピクチャーインピクチャーを出してみたいと思います。はい、こんな感じですね。ピクチャーインピクチャー、これはね、ちょっと分からなかったので後ほど撮ってみたんですけれども、ピクチャーインピクチャーのだと動かすと周りがね軽くクロップされて、動かすこともできるなんてことをやりながら、こういうふうにね撮れるということですね。撮れてるのかな。ね、撮れてるといいな。はい。でカメラを切り替える時にはさていかがでしょうか。この状態ではカメラを切り替える。カメラを戻します。うん、オッケー。はい、ということでですね、このダブルテイクはなかなか使えるんじゃないかなというふうに思いますので、しかもですねこれ
作っているこちら、この、フィルミックプロっていうのはもうかなりな、まあ、iPhone の動画というかね、まあ、有名なところのようでして、はい、こちらこのダブルテイク自体は、無料なんですね。無料無料でできちゃう。でしかもウォーターマークとかも入らないし、CM 広告も入らないで使えるわけですよ。で、はい、でこれがどのぐらいの人たちが使っているものなのかというと、同じくこのフィルミックプロ、まあフィルミックっていう会社ですけどが今出てる通りで、マニュアルビデオっていうのがありますね。でこれが、まあ、実は1840円するんですけれど、まあ、iPhone とこのフィルミックプロを使って映画撮っちゃってる監督とかですねもいるそうです。だからそのぐらい、まあ、いわゆる高性能なビデオアプリを作るチームが、まあ、今回のこのダブルテイクを作ったということでだそうですので、気になる方は無料ですしダウンロードしてみてはいかがでしょうか。はい、以上で、アプリの紹介を終わりにしたいと思います。はい、それではこちらのアプリ使った動画あったらぜひ教えてほしいですし、今日のこの動画面白かったという方はぜひグッドボタンをお願いします。それとチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。